おはようございます。速稼塾の久保です。国民民主党の玉木代表が、ネットの声を拾っていただいてですね、いろいろ発言してくださいました。その動画をまとめたものを今朝あげたんですけども、早速皆様からコメントをいただきましたので、一緒にコメントを読みながらね、考えていきたいと思います。よろしくお願いします。ではまず一つ目なんですけども、たけるさんですね。いつもありがとうございます。おはようございます。このような動画やコメントを議員の方に届いているのではと思うことが最近多くなりました。本当ですよね。再給付のトレンド入りも、ありゃ、やっぱり何かの動きはあると感じています。久保さんが話されているように、通帳に入って初めて給付が現実になったと実感するんでしょうが、希望は捨てずに声を上げる活動は続けていきます。よろしくお願いします。国会の審議内容が今はコロナ対策であり、道を外れた問題は、一時保留として困窮している人への救済に向けて意味のある国民が納得できる時間にしてほしいと思います。財源に制限があるなら国民の生活の維持にも限界があります。ただもらえたら嬉しいと思う人もいると思いますが、もらえることで助かったと思う人もいるはずです。嬉しさ以上に助かった、ありがとうと思う人いるはずです。どうかこの声が届きますように。いや本当ですよね。やっぱりね、我々がこうやって声を上げることによって、仮にですね、仮に現金給付が現実化しなくても、一緒に何かをやったっていう事実は残ると思うんですよ。そしてこのチームが、一つのチームがですね、次のアクションに向かわせると思うんです。ですんで、例えば1月2月に出なかった、3月までも出なかった。でも4月からまたね、同じような活動を続けていくことによって、いつか重い扉が開くんではないかなと思います。少なくとも、与党、以外は、野党の皆さんは、国民生活支援、現金給付に、もう前のめりです。そして、自民党内部でも、それに同調する声があります。最後の砦では、麻生財務大臣一人なんじゃないかなと思いますけどもね。はい、次です。自民党の青山議員は、何か給付金について発言せんのかね。まさにそうですよね。自民党内での勢力はどうなんですか。青山さんっていうのはテレビに出てね、本当にかっこいいこと言ってくれるんですけども、こういう時なんか頼りにならないっていうか、今がチャンスなのにね、全然踏み込んでくれないですよね。減税勢力ってのはどうなったんでしょうか。はい。オリンピックなんてできるわけないじゃん、河野さん。そう、河野さんはね、できないっていうことを言いたいんですけども、なかなか言えないみたいですよ。で、前回のコメントに対して、IOC の公式見解じゃないですよっていうふうに、さらにね、付け加えてくださってます。ですんで、河野さんの発言がやっぱり、党内の意見をね、集約してると匂わせますね。大住さん、ありがとうございます。質問したことに答えないのが自民党なんですよ。そうそう。ご飯論法ですよね。いつも本当まどろっこしいですよ。今回ね、答弁をダラダラとしたのは、田村厚生労働、田村さんもそうですけども、何ですかね。西村大臣か。あと、官僚ですよね。本当に吸ったもんだしてますよね。大議員さん。代表も国民民主党議員さんも、今日から始まる国会は気合入っているので、第3次予算の見直しだったと思いますけども、持続化給付金の再給付や一律給付金なども提案しますよ。おお。今本気で家計支援の重要性を提案しているのは、国民民主党と令和、新選組の山本太郎さんぐらいじゃないかなと。私もそう思いますね。どちらも少人数の政党を低い、政党支持率も低いんですが、これからの政治に必要な政党だと思います。まさにね、本当そうですよね。年齢も若くて、代表たちとの格もある。そして、その発言にね、すごく圧がありますよね。私たち国民の、本当代表としての、意義を、全うしてくれてるなと思いますね。やっぱり世襲議員たる、本当サラブレッドの、あれですね、安倍総理とか、麻生財務大臣は、ちょっと国民の目線にはなかなか立てないんじゃないかなと思います。支配者視点ですよね。帝王学というか、貴族階級ですよね。なかなか私たちの声は届かないですよね。次の総理大臣候補の国民人気が一番が河野太郎くんですが、河野太郎は麻生派ですから、仮に河野太郎が総理大臣になってしまうと、また、麻生が副総理とか財務大臣になる可能性嫌だねということですけども、多分ね、河野太郎さんは、これを機会に麻生さんから離れるんじゃないかなと思いますよ。それはまた別の動画でお話していきますね。おさむさん、一律特別給付金すれば、早い話、申請書お願いします。10万円を3回給付お願いします。生活保護も収入認定されれば嬉しいですということですね。なるほどね。いろんな思いがあります。叶うことをね、願っております。早く20万出して、心からの叫びですね。早く出さないと国民大変よ、お願いします。ということですね。みどりちゃん、お願いします。オリンピックはするべきじゃないと思う。うちもお金ないから夫婦仲悪くなり、離婚するようです。あら、お腹に赤ちゃんいるけど、仕方ないとみんなで力合わせないとねって、ちょっと悲しいですね。
よしさん、お腹に赤ちゃん、頑張れママ。大丈夫、赤ちゃん、ママを守ってくれない旦那ならいない方がいい。応援するしかできないけど頑張れ。ちゃんと家庭裁判所で養育費の取り決め、面倒でもちゃんとするんだよ。力になってくる人はいっぱいいるよ。なかなか養育費ってね、全うされないんですよね。そういう寂しい現実もありますよね。でもなんかね、やっぱこう力を合わせていくことがあると思うんですよ。ぜひね、これからも同じ悩み抱えている人と集まってね、明暗を出していきましょう。シンジピョン吉さん、はい、玉木議員よろしくお願いします。特別定額給付金や総合支援金の再延長を強く訴えてください。やってくれると思いますよ。シンシンさん、大好きな麻生はガース嫌いだしねそうですね、チャンネル癒し、癒しさんね、予算と我々が納めた年貢は麻生のためにやる。いや、ほんとそんな感じになってますよね。シンシンさん、おはようございます。玉木さん、頑張ってください。期待しましょう。大住さん、久保さん、おはようございます。どっちみち解散総選挙を見越してのコメントですよと。今のまま特別定額給付金を出さないとすると、解散総選挙で自民党は大敗するのは間違いないですからね。そういうことですよ。自民党ってどうなんですかね。自民党に代わる政党っていうのが未だ成熟してないというふうに高をくくって、池高になってるのが自民党の正体かなという気もするんですけども、皆さんからのね、コメントもお待ちしております。はい、マスオコさん、いつもありがとうございます。先生、追伸、玉木議員が言ってくれる、西村が言い訳ばかり、西村さんも早く辞めるべきだと思います。これからも頑張ります。官邸メールします。やってみましょう。トシちゃんもいつもありがとうございます。国民の生活、命を守るのが政治家だ。麻生の金ではないぞ。国民のための税金だ。政治家の歳費の税金ではないぞ。国民を舐めてるのか。本当ですよね。もうね、麻生財務大臣、リングに上がれって言いたいですよね。ぶちのめしやっから。ね、ルールのあるところでぶちのめしたいですね。トシさん、またありがとうございます。第4次補正予算の話もあるんだから、一刻も早く生活給付金するべきだと。国民へ、行動自粛、協力を求めるなら、生活給付金セットでないと誰も聞かない。アメリカでも給付金30万円も支給するのに、日本は飲食だけ莫大協力金を不公正な税金の使い方は許させない。一刻も早く1世帯へ100万円でも支給して、行動自粛を求める。はい、行動自粛を求めるべきだ。何が罰金罰則だ、暴動が起きるだけだとありますよね。はい、私も同じ気持ちですよね。本当そうですよね。はい、次はまさみさんですね。おはようございます。玉木さん、頑張れ。本当頑張ってほしいです。松岡さん、あ、再度コメント。先生、おはようございます。今日動画見ました。玉木議員がいてくれて感謝です。だからこそまた鑑定メールします。頑張っていきましょう。太田さん、あ、コメントありがとうございます。昨日別の YouTube ライブで本物かどうかわかりませんが、河野大臣の飛び参加があり、私が第2弾の特別給付をお願いしました。大臣から菅総理に聞いてみるとの回答をいただきました。本物の河野さんかどうか疑問ですが河野太郎さんね、ご自身の YouTube チャンネルでライブやってるんで、多分他の方の YouTube ライブに参加するっていうのはなかなかないと思いますけども、わかりませんね。でもね、面白いですね、こういうことがありますからね。はい、太田さん、あ、別のコメントもありがとうございます。別の YouTube 動画で第4次補正予算の情報提供が昨日ありました。今は動画が見つからないので噂レベルです。第3次を積みますよりも新規に第4次を国債を財源に策定した方が迅速簡単なので、当該情報は確度が高いかもしれません。第4次で残った財源は2021年度に回すとの発言もありました。いや、私ね、この第4次補正予算っていうのは生活国民支援に限って執行するんだったら、すごくすんなりとパパパッと通ると思うんですよ。まあですんでね、ない話じゃないかなと思うんですけどね。そして私の願望がかなり入ってます。皆さんも同じだと思いますけどね。第4次補正予算でがっつりと国民生活支援使われることを願っております。今回もありがとうございました。それでは国会の方に行ってみましょう。こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、私が別の動画で語っている私のね、考え方、自民党内での考え方、麻生財務大臣と安倍総理というのと、現菅総理と二階幹事長、この2つが対立軸であるんではないかなっていう私の仮説をもとに、ちょっとね、勝手なことを喋っているのが一つあります。もう一つは、国民民主党の玉木さんがね、国民生活支援のための財政出動せよと、この前、3日前だったかな、発言されていたのを、まあ、こちらの方ね、動画を編集しましたので、そちらをご覧いただきたいかなと思います。これによって特別定額給付金、もしくはね、今回からの事業支援金、いわゆる国民生活支援ですね、これがどのように動くのか、それぞれで考えていただきたいかなと思っております。私はですよ、なんとかなるんじゃないかなって気がしてきたんですよ。それは皆さんのコメントのおかげですとか、最近ね、やっぱり国会議員さんが
私たちインターネットで盛り上がった声を本当にそのまま届けてくださってるなというのが前回までの動画でも多分ね共有できてると思うんですよ。この辺から私はね何かが始まるんじゃないかなと思います。その中で先日河野太郎行政改革大臣がポロッと言ったことが2つあります。1つはですねオリンピックができなくなるという可能性もあるぞということを言われてたんですよね。これがねで1つはでもう1つはですね、緊急にちょっとこれお金を出さないとまずいんじゃないかということも言われてました。これはねダイレクトにこの言葉を使ったわけではないですけども河野さんの会話から類推するにそのような意思を伝えたかったんではないかなってことですよね。だからポロなんですよ。今までだったらこんなこと誤解されるから言わなかったのを、まあ、本音がついつい出ちゃったのかなというところがあります。というのが河野さんというのはね、まあ、英語がペラペラなわけですよ。で英語では割とねあの結論をねパン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 出してくれるんですよ。だから日本語向けのアナウンスと英語でのアナウンスとっていうのは受け取り方っていうかね発言のニュアンス変わってくるんですよね。ですんで日本語の発言ばかりではなくて英語での発言もきちんとリサーチしておかなければいけないのかなと思いながらもうちょっとね苦手な翻訳をね一生懸命やってるんですけどね。それでは2つの動画をご覧ください。失礼します。西村大臣、緊急事態宣言が発出された後ですね、我が党でネットで、いろんなアンケート意見募集したんですね。そしたら、まあ、この3連休中心に1184件寄せてくれました。でそのうち一番多かったのがやっぱお金と住まいに関すること、やっぱりその非常に経済的な影響を心配されている方が多いということで、これは経済再生担当大臣として申し上げるんですが、私は経済対策、追加の経済対策やった方がいいと思います。3次補正も組んで、いろいろ予算も組んでますけれども、局面が変わっているので、中国は今年 8% 以上成長します。で日本はさまざまな OECD も含めていろんなものが出てますけれども、場合によってはプラス成長さえ危ない状況に今年なるかもしれませんから、特に家計支援を中心とした、私は追加の現金給付や消費税の減税や、あるいは持続化給付金を超えたようなですね、以前大臣のところにも行って、日本版 PPP、ペイチェックプロテクションプログラムのようなですね、一旦その経費を速やかに貸して、である程度その雇用が一定期間維持できたらもう返済免除すると、緊急小口資金の事業の芝みたいなことも含めてですね、徹底的に応援しないと、今年相当経済厳しくなると。その認識の中でですね、新たな対策を、これは経済再生担当大臣として考えていただきたいということを冒頭申し上げて質問に入りたいと思います。ありがとうございます。皆さんのコメントを届けさせていただいて、そのうちの数百件がね多分反映されて、この玉木代表が言われる1800件の中のいくつかにまとまって、国民生活支援、経済対策、現金給付、それから消費減税という言葉が出たんだと思います。本当にね皆さんのおかげです。ありがとうございます。じゃあ続きをどうぞ。定額給付金か、絶対出ないよと、予算組どこにもないよと、だからこそアクションを起こしていって、その無理やりね予算を開けないかどうかにもう向かっていくわけですよ。だからやるのは無理って言われますよ。どこ見てそんなこと言ってんだって言われますよ。そういうコメントもきっちり書かれてますからね。全く分かってねえなと言われますよね。分かってないよ、隠居だもん。ただね、私はねこの特別定額給付金に関しましては第4次補正予算が組まれるんではないかなというふうに思ってますよ。もしくは第3次補正予算の再編成があるんではないかなと、ここまで思ってるわけなんですよ。だからね、新年度予算の執行が起こる前に、おそらく3月に最終予算が、これ給付金のみの名目で、まあ、発動するのか、それとも第3次補正予算がいきなり組み替えられて緊急事態宣言と掛け合わせたものが出てくるのかなと思うわけなんですよね。ただここに麻生財務大臣の邪魔が入ってるんですよ。国民に金を配るなと。要するに麻生財務大臣ってのは、ね、ちょっと話題がずれますけども、麻生財務大臣ってのは2つの要因があるんですよ。1つはね、財務省の財政法をきっちり守ろうとしてるんですよ。財政法を守ろうと思うとそれは緊縮になってくるんですよ。お金を出さないってことになってくるんですよ。でも麻生財務大臣が国民寄りならね、その財政法を変えてまで、予算委員会で変えてまで、国民への お金の配布をね実施すると思うんですよ。で麻生さんにはその気概がないんですよ。2つの理由なんですけども、2つ目の理由、麻生さんは今政界で一番年寄りなんですよ。いわゆる長老になってるんですよね。でも麻生さんが総裁になると選挙で負けるんですよ、自民党は。前回もそうでしたしね、前回も民主党に取って代わられたのは麻生さんの苦い経験なんですよ。で今回麻生さんはむちゃくちゃ人気がないんですよね。次期総理大臣の候補はってことで
名前も名の字も上がってこないのが麻生財務大臣、副総理なんですよ。副総理なのに名前が上がってこないぐらいの人気のなさなんですよ。それは党内でも人気がない、そして国民からも人気がない、めちゃくちゃなんですよ。で、あそこの座に居座ってるのが最後のメンタリティなんですよね。で、麻生財務大臣は安倍総理と2人で、菅総理大臣とそれから二階幹事長との対立軸を持ってるんですよ。これが大きな2つの派閥なんですよ。で、二階幹事長はともかくなんですけども、菅総理っていうのはなんであんなにね、今ね、格好悪く見えるかっていうと、これ全部麻生財務大臣の邪魔と安倍総理大臣の足引っ張りなんですよ。なぜなら菅総理はずっと安倍総理の元にいてですね、ものすごく不満が溜まっていたんですよ。こんな政治じゃダメだと、嘘つきの総理大臣が国を支配してる、こいつを追い落とさないといけないと思ってたんですよね。でも官房長官としてその役割を全うしてきた。だからこそ総理に選ばれたんですよね。総理に選ばれた時に何をしたかというと、まず総理に選ばれる経緯ですけども、二階幹事長が力を貸したんですよね。二階幹事長と安倍総理は対立軸ですから、どちらかを追い落とさなければならないっていう関係なんですよね。で、菅総理がなぜね、総理に就任して早々一番最初にやった仕事は何かというとです、安倍総理の逮捕、安倍総理の立件なんですよ。これにね、かなりに協力したんですけども、まあ悪あがきの安倍総理は、まあ、脱出したってことですね。そこから罪を逃れて説明責任を果たした、説明を尽くしたなんてことを言ってるわけですよ。まあとんでもない人ですよね、安倍総理はね。ということで、男らしくないなと思うのがね、安倍総理、そして麻生財務大臣かなと思いますよね。事業者への支援策について伺います。まず雇調金なんですが、2月末の特例の延長すると言ってますが、これいつやるんですか、いつ決めるんですか。まあ、2月末でですね、もう整理しようというようなことを言っている経営者の方にも何人も会いました。で、1ヶ月前、解雇は1ヶ月前通告なので、もう今月末が勝負なんですよ。だから、もう伸ばすって決めてるんだったら、もう今日にでも言ってください。何ヶ月か。財源の問題等々あると思いますが、その伸ばすっていうことは、こう、匂わせてるんですけど、もう経営してる側からしてれば、もう今日でも発表してくれないと、2月末とか今月末の解雇通知をどうするかがもう出すか出さないかですから、延長するならすると、いつまですると、ぜひ今日明言してください。厚労省高谷高齢障害者雇用開始審議官。お答え申し上げます。雇用調整助成金の特例措置につきましては、今委員ご指摘のとおり、現行の取り扱いを本年2月まで延長しているところでございます。その上で、特例措置を長く続けることにつきましては、働く方々のモチベーションの問題等の副作用を懸念するご意見等もあるところでございまして、雇用調整が大きく悪化しない限り、段階的に通常に戻していくことを基本想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえて柔軟に対応することとしているところでございます。いずれにいたしましても、3月以降の特例措置の取り扱いにつきましては、雇用情勢等を踏まえまして適切に判断し、1月末までにお示しできるようにしたいと考えてございます。玉木君。もうね、やるんだったらやる。これ与党の先生方もぜひ言ってください。だってもうやるんだったらやるって言ったらいいじゃないですか。でもそれでもまだね、いや本当そうなのかなと、要件がちょっとね、例えば10分の10が5分の4になるんじゃないかとか、いろいろ心配もしているので、今の通り延長すると、それが政治の責任なんじゃないですか。なんでいつまでもこんなことで、だら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 不安を広げているのかということは、強く申し上げたいと思います。で、もう一つ、持続化給付金と家賃支援給付金も、これ聞いたら一番ね、これ、ニーズがあるんです。特に最近はね、農業関係の人の支援が、申請がやっとですね、出てきてて、15日で切れちゃうんですね。あさってですよね。で、特例のある人は、まあ、今月中はなんとかって話をしてますが、これもっと伸ば、これも伸ばすということを言ってください。でも、延長しないなら延長しないということも明言してもらいたいんですが、これもどっちですか。中小企業庁、飯田事務環境部長。
答えいたします。持続化し、給付金と家賃支援給付金は、売上の減少を確認する対象月が昨年12月まででございまして、その売上の確定や書類の作成などに要する期間を勘案して、その申請期限は1月15日、今週の休日までとなっております。しかしながら、期限までに必要な書類を揃えることができない事情がある方については、今委員ご指摘のとおり、今月末まで期限を延長して書類の提出を認めるということをすでに、先月経済産業大臣からも発表させていただいたところでございます。事業者の状況を踏まえ、柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。玉木君、もう一度ご質問お願いいたします。はい、いやいや、それは私が質問したことじゃないですか。もう今月辞めるということですね。それ変わらないですね。産業補正にも投資予算にも積んでないから。飯田部長。お答え申し上げます。今の状況、期限の延長の書類の提出についての、受付を、申請の受付をしているところでございまして、こういった状況を踏まえまして、柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。玉木君、もう一度ご質問をお願いいたします。もう別にちゃんと答えてください。今のところは延長というか再給付ね、この制度をさらに延長するような予定はないということでいいんですね。ね、1月15日の申請期限が切れちゃうと、大きい新聞にも打ってるじゃないですか、だって広告で。特例がある場合は、今月中はその今の制度の申請期限を延長するということなんですが、根っこの制度の来月以降の利用はできないということですね。飯田部長。お答えいたします。再給付のお話だと思いますけれども、再給付にしましては、ただいま緊急事態宣言の対応ということで、一時金について要するに昨日大臣の方から発表させていただきましたけれども、ちょっとその今と緊急事態宣言4月の時の緊急事態宣言とは対応が異なっていると考えておりまして、今のところ再給付については考えてございません。玉木君。いや、これね、また今いろんなまた制度とかシステムを作ってるんですよ。また入札とかするんですかね。また電通だがどうだこうだって話がもう一回出てくるんですかね。で、じゃあこれちょっと新しい制度の40万20万さっき後藤さんからも話ありましたけど、この申請がいつ開始されて、いつから現に給付が受けられるんですか。その目処を教えてください。じゃあ飯田部長。お答えいたします。現在制度の詳細は詰めておりますので、今直ちにということは申し上げられませんけれども、今委員ご指摘のとおり事務局の入札などを行いまして、必要な手続きを取って申請受付させていただくことになります。したがいまして、3月ぐらいになって開始というふうに今現在としては考えてございます。玉木君。やっぱり今からもう一回入札するんですか、事務局の。持続化給付金の仕組みはですね、いろんなことがありましたけれども、比較的システムを含めて、私はよくできてると思うんです。電子申請もできるし。で、これ使ったらいいじゃないですか。そう。で、今、スピード感が大事なんで、3月から申請始めたら、多分給付が始まるのは、年度変わって4月ぐらいからですよね。そんなんでいいんですかね。やっぱりもっとスピード感を持ってやることが大事だと思うんです。で、大臣、ちょっとお伺いしますけれども、今、特措法の改正の議論が進んでいます。この改正特措法の施行日っていうのはいつになるんですかね。というのは、新しいですね、われわれは補償という言葉を使ってます。十分な財政的な支援と、罰則サンクションセットであるということは我々申し上げてきましたが、その新しい財政的な支援を講じる何らかの条文がそこに書かれたときにですね、それを踏まえたら、今やってるよりも拡充した制度ができるんですかね。つまり、その新しい改正特措法っていうのは、より財政的な支援も国の責務を明確にしていくっていう方向では、多分各与野党一致してると思うんです。で、それがじゃあ、いつ施行になるのか。で、それが施行された場合には、現在言ってるような40万、20万とか、月6万円、非1日6万円とかっていうのは、制度上も拡充する余地があるんですか。それとも法改正しても、結局、お金がないのでやってることは同じなのか、それどっちなんですか。法施行がいつ頃にあるのかということと、もし
新しい改正特措法の下では今よりも財政支援は拡充するのか、その可能性があるのか、その2点をお答えください。西村大臣。まず法施行の時期につきましては、今法案の私ども一日も早く国会に提出すべく作業を加速しているところでありますし、与野党間でできるだけ審議を早くということ方向でご議論がいただいているということで、本当にありがたいと思っております。その上で法案が成立した後にですね、ご指摘のように罰則を伴うものですから、他の法令との前例などを見ますと、やはり周知期間として10日程度は必要なのかなというふうに考えております。その上で、その中で、これは総理も申し上げ、発言をされていますけれども、支援と罰則をセットでということでありますので、支援を行うという旨のですね、規定についても私も盛り込む方向で、検討しているところでありまして、今日午後にも与野党協議会にもお示しをする予定にしております。そうした中で、これまでも私どもその事業者の影響の非常に厳しい影響を受けている事業者に対して、そうした状況も勘案しながら、支援策を講じてきたところであります。ご指摘のような雇用調整助成金10割であるとか、これまで持続化給付金であるとか、家賃支援金である給付金であるとか、そして今回また新たな一時金、そして、協力金についても、現在最大180万円まで月額カバーできるようになっております。これかなりの部分をカバーしてきているというふうに思います。もちろん東京の一等地で家賃のもっと高いところもあるかと思いますけれども、中小企業中堅企業にとってですね、かなりの部分をこういった施策でカバーしてきているものというふうに認識をしております。これは今後の感染状況あるいはその対策の状況に応じてですね、私も臨機応変に対応していきたい、予備費もございますので対応していきたいというふうに考えております。玉木雄一郎君。とにかくスピード感です。で、スピード感がなければですね、いい制度を作っても間に合わなければ意味がないんで、もう倒産してしまいましたとか、もう廃業閉店しましたではですね、制度が間に合いませんので、そこはですね、これ持続化給付金という、それなりに定着した制度があるので、その拡充とか要件見直しということで、とにかく速やかにやる、事務局も新しく作らずに、今やっている事務局があるんであればですね、いろんなノウハウも溜まってきていると思います。派遣会社から人をもらって、コールセンターも作ったり、いろんなこともまたゼロからやってたら、どんだけ時間かかるんだと、助ける人を助けることができなくなるので、そこはちょっと柔軟に考えて、ぜひお願いしたいと思います。次に医療提供体制について伺いますが、この病床逼迫っていうことがやっぱ問題になってます。で、一応法律上は特措法も31条でですね、民間病院に対しても要請できるし、感染症法も確か16条の2でできるようになると思うんですが、これに基づく要請っていうのは今まで行ったことがそもそもあるんでしょうか。以上。西村大臣。この31条に基づいてですね、要請を行ったものというのは、私自身は明確には承知をしておりません。玉木君。ないと思います。で、私はこれね、法律上もこれから改正するときにぜひ検討していただきたいのはですね、この適正な医療資源の配分というのは一体国の責任なのか、厚労大臣の責任なのか、都道府県知事の責任なのかが法律上必ずしも明確ではありません。この辺をですね、つまり医療提供体制といってもですね、こうベッドの話ばかりに行くんですが、当然そこにはその専門医とか看護師とかマンパワーの問題があるし、エクモをはじめとした、ハードのものもある。これを総体として医療資源をどうやって適正配分していくのか、特に重症者にそれをどう割り振っていくのかということが大事、その総合調整機能が大事だと思うんですね。で、そこをやはり特にこういう危機が発生したとき、緊急事態宣言下で誰がどのように担うのかということを明確にするということが、私、今回の法改正では重要なポイントだと思っています。で、その上で1点ですね、提案したいのは、法62条にですね、これ特措法です、の62条に、要請した場合にはですね、その財政的な支援をできるということが書いてあるんですが、その対象が法律にですね、実費ってわざわざ書いてるんです。で、政令の19条で受けて、その給与等を考慮してということも実は書いてあるんですね。で、何が問題かというと、これ、民間の、結構コロナの患者さんを受け入れている病院に聞いたらですね、結局、実費なので、その新たにコロナを受け入れるためのさまざまな経費には使えるんだけれども、
他のお客さんがやっぱり診療抑制してその病院に来なくなってるんだそうです。これはまあ全国で起こっている問題だと思います。コロナを受け入れている病院でも受け入れてない病院でも今患者さんが減っていると。でそのことにはある種のですね、うべかりし利益というか、その本来なら毎年これぐらいの収入があったであろうというある種の損失補填的なところ、あるいはまあ場合によっては赤字の補填的なところにはですね、使えないと。例えば1500万、これがプラス450万で1950万一生あたり来たとしてもですね、それ使途の縛りがかかっているので難しいので、運用の柔軟化とその62条で実費って書いているところをもう少しですね、柔軟な書き方にして、そういったそのまあ、ある種の損失補填的なところにも使えるようにして民間医療機関が手を挙げやすくすると、まあ、そういったこともですね、必要なんではないか。単に要請してもやはり経営の問題もあるので、こういったまあ運用の見直しあるいは法改正必要だと思いますけれども、大臣いかがでしょう。西村大臣。ご指摘のように62条はですね、医療等の実施の要請に応じた医療関係者に対してその実費ということで書かれておりまして弁償するものでありますけれども、ご指摘のように医療機関においては患者数の減少など収入の減少これ見られますので、一次補正二次補正予備費などを使って約3兆円の支援を行ってきているところであります。加えて、12月25日に閣議決定した予備費においてですね、このコロナ患者の重症受け入れ病床を割り当てられた医療機関に対して、1床当たり1500万円、加えて1都3県緊急事態宣言のもと450万プラスをしておりますが1950万ということで、まあ、医療従事者の皆さん大変な思いしておられますので、その処遇改善、ぜひ行っていただきたいと思いますが、最大3分の1はですね、施設整備や委託費等に、これ割合の自由度高く当てられることになっておりますので、結果として病院経営の改善にもつながるものというふうに考えております。いずれにしましても、厚労省と協力しながらですね、最前線で頑張っている医療機関医療従事者の皆さん、しっかりと全力で応援をしてまいりたいというふうに考えております。そこぜひ柔軟にしてください。で最後にですね、差別の問題聞きます。コロナですね、患者になったこと、あるいは元患者であったことに、申し出しの時間来ておりますから、はい、この差別の防止についてもですね、特措法の改正に盛り込むべきだと思いますが、大臣ぜひ盛り込んでください。以上、大臣関係室に、はい、何らかの規定を置く方向で検討しております、はい、おります、はい。